お天気普通だよ。風が強いかも。今日はぐでたま。あ、そうなんですか。ぐでたま？何がだろう。ぐでたま？セカラシカいいよね。楽しい。こんにちは。これ？これぐでたまじゃないよ。コロッケだよ。これ全然違うよ。ぐでたまじゃないよ全然。コロッケだよ。長野さんの自分作るクマのお友達。隅っこじゃない、長野だよ。モグラコロッケって名前だよ。勉強になりました。えへん。へい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 。こんにちは。せっせとメイクをしています。もう終わります。この後のご予定はお仕事があります。安否確認。下まつげもビューラーします。私も何やるか知らないんですよ。何やるか知らないお仕事に行ってきます。頑張ります。うん、なんかここの触覚やだな。3期生に美人って言われてる。ありがとうございます。新婚の姉夫婦と家族に行くのでご飯以外のおすすめスポット。秩父ヶ浜かな。でもイモースとかも行くまで分かんないんですよ。何するか知らずに行く。あと何が知らずに行くかな。イモースは絶対知らない。なんかなんとなくアンケートであれこれっぽいのかなみたいなのもあるけど、でも基本知らないで行くしです。無謀のダンス、そうだね、無謀のダンスできる、できるよ。秩父ヶ浜そう、アンケートに似合わせがある。冷めることがない。晩ご飯コロッケいいね。最近コロッケ食べてないや。クリスマスキャンドルの火燃えてないよ。もうクリスマス過ぎちゃったからね。
よし、できた、できた。あとアイライン引くだけ。アイライン、アイライン。アイラインはこの色にしよう。何色だろうこれ。07番。何色だろう。小豆色。あ、小豆じゃないわ。何色だろう。いや、小豆色かな。なんかわからん。できた、準備できた。よし、うんうんうお出かけじゃないよ、お仕事だよ。もうね、自分お出かけとかね、この時間からお出かけとかほぼしないです。もうね、もう無理です。もうね、若くないよ。若い時もしてたわけじゃない、若い時もっていうか、ね、そんな変わったわけじゃないです。一人丸々したいなと思ってますよ、もちろん。4日前ぐらいからここできてるんだけどさ、かさぶたになっちゃってさ、目立つ。昨日までは目立たなかったの。太陽が沈む前に帰りたい。かわいい、ありがとう。高圭さん、ありがとうございます。日の嵐手に入れてない。サブタ剥がせないよ。剥がしてなんかひどくなったやだもん。ガケ連帽したありがとう。あれ、ブラシ落ちたのかな。パパラパララ。我慢しなきゃ。イヤリングつけたけどさ、分かりづらいよね。もらったやつ、なんだろう、何のお花だろう、わかんないけど、なんかのお花、春っぽい。うん、確かに。チーカー見るとあんなってなる、嬉しい。高っけ、ピカピカありがとう。フォローありがとう。サブタは剥がしません。高圭ピカピカありがとう。瀬戸内少年野球団の4番男子打者です。おお、待って、充電しながら捨てると思ったら充電しなかった、つらつらいつらいつらい。石かっかくんピカピカありがとう。ポケモン進んでますよ。あと今は、今から最後のボス星スターダーのところは最後のところです。
最後のスター団のボスと戦ってくるのと、ジムもあと1個かな。高けいいね、ありがとう。うん、山田さん連邦してありがとう。そう、結構進んでますよ、コツコツ。今日もね40分ぐらいやった、40分やって、フォローありがとう。指をつけるか迷う今から今から迷うんご。そのツイート見たかも。カニ退治と一つ目のジム攻略までは進んだ。おお、すごい進んだね。学校、まだ学校で校長先生の話が出てたのに。マリカはねプライベートでやんないんですプライベート、こんにちは。いや、私さオンラインにしてないのよ。なんかオンラインにするにはさ、なんか加入しなきゃいけないじゃん。だからさ、どうしたらいいんだろう。え、これお金絶対払わなきゃいけないんですかね。無料、7日間無料だけどさ、加入お金かかるの嫌だなと思ってさ迷ってます。でもさ、やらないとマリカーもできない、マリカーもできないんですかね。だとしたら、うん、加入しようかなって思ったり、オンラインでマリカーするのも加入しないとできないんですか。こんにちは。次配信するとき1位予想よろしくね。楽しんでください、ありがとう。ね、有料だよね。めっちゃやる月を決めて加入するのもあり。あ、そういうこと。でも300円だからさ、言うてだとね。けどさ、オンラインにするしないことが多いからさね。でもさ、え、みんなマリカーするときもさ、そうなんですかね、そうやったんかな、そうやったんかな。12ヶ月い、そうなんですよ。その12ヶ月とかなると高くなるけど、なんか最初の1ヶ月300円みたいな、360円みたいなあったんですよ。倹約家というか、ゲームにお金かけたくないです。倹約家とかではないですよ、全然そんなんではないです。契約家だったら私も全然絶対ランダムのカードとか買わないじゃん刻むの嫌で年間買っちゃう人多そう。そうなんだよね、毎月払ってるけどオンラインしない。それもったいない。オンラインでやることが多い。何をやるの。私一人でゲームするんだけど、うん、一人でゲームするんだけど、あ、さ、人とさやる遊びをするんだったらまだしもさ、普通やってないからさって考えるのよ。気に障ることに、何気に障ること、何、別に気に障ってないんだけど2ヶ月ゲームしてないけど加入してる。あ、そうなんだね。自分もさ、ゲームできる時とできない時があるからさ、迷いなんだよね。ミシコくん、レンボスターありがとう。一番くじ一回我慢したらオンライン買えるけど。でもそれとそれは別さ。なんか300円は、その、STN の公式のメールとは違うじゃん。だってメールはさ、得られるものがあるわけじゃん。推しのさ、推しを見てさ、幸せだと思ったじゃん。幸せじゃん。でもさ、ゲームに関してはさ、マジ、その時のあれじゃん。
違うよ、ゲームと推しは違うと私は思う。だからそこまでハマれてないっていうのもありますよ絶対。いや私はアイドルとゲームは違うと思ってる。アイドルはさ実在してるじゃん、アイドルにもアイドルの人生があるじゃん、でもゲームはゲーム側の人生はないわけじゃん。だから迷うんですよ。だから迷うんです。そうなんです、ゲームにさ何か積み込んだことでさゲームから得られるものはさ、そのちゃんとそのままのものしかないけどさ、例えばメール取ったらメール取ったよって言ったらえありがとうって言われるじゃん、取ってるプラスものものももらえるかもしれないじゃんって考えると、そうだよアイドルはさ素晴らしいんですよ。現実するものって素晴らしいなって思うんですよ。だからちょっと迷いなんですよ。オンラインでつながるのはリアルの人、そうだよね。でも私そのリアルの人とやらないからさ迷うんだよね。なんかねこれを迷ってるのは、なんかポケモンでなんかもらえるみたいなやつをねファンの人に教えてもらったの。でもそれオンラインのやつをやらないともらえないらしいのっていう迷いなの。それをもらうかもらわないかぐらいの。そうマリオだって心の中でしょ、実在しなさい。メンバー同士で友達登録みちさんとしました。みちさんとはしてます。仮面ライダースタバより安いやん。まあ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 、でもスタバってさスタバってさね、あの値段だからこそさ時たま行っていいってなるよね。あのちょっとお高め、もうちょっと安かったらさもっと行っちゃうじゃん。だからちょうどいいやスタバ。カロリーとそうな値段だよ、知らんけど。知らんけどね。仕事行ってらっしゃい。オンラインだといろいろ特典ある。あそうなんですか。うーん迷いです。迷ってる。すごい一緒にさしたりとかさすることがあったらいいんだけど。学校先生マリオ似てたもん。隠れマリオだったの。あの配管のやつやってたんかな、工事みたいなやっとったかもね、学校の裏サブで。いや先生がサブだったのかも。バレないように。オンライン繋ぐ時間があるかどうか、でもあるっちゃあるけど、でもねなんかねゲームするときって大体オンラインお話し会のときとか、なんか Wi-Fi がないときとか、家でするってよりかはなんかどっかで出てやるんですよ私、新幹線とか。だから Wi-Fi がないからちょっと、うん、迷う。ポケット Wi-Fi 持ってないから、そうお家しか Wi-Fi、 お家の中はめっちゃする方じゃないから、隙間時間にやる分にオンラインいらん。え、じゃあマリカーってさ友達と対戦できないの。あれは対戦できるの、それは加入せんくてもできるかな。でポケモンも対戦できるようになるのは加入しないとダメなのか。近くて人ならできるんじゃないの。あ、そうなんですか。なるほどね、一緒にその場に一緒にいたらいいのか、ならいいや。近くの友達対戦するの無料。あ、そういうこと。あ、じゃあ私の悩みの種がなくなった。私は一生誰ともできないのかなと思って、ならいいや。近くの友達とできるお友達はいるかわかんないけど、お話会場とか私一人でやってますよ。メンバーとやってないよ。新幹線も一人でやってますよ。メンバーとやってないよ。こんにちは。お友達。ポケモンバトル握手会って何？こうなんかいろいろやりすぎてどうするの？こうやって握手するの？あ、バトルしながら。ポケモンバトル私したことないんだよね、絶対弱いよ。うーん、まだ今からだよ私。
今から強くなるから。ちょっと安否の家は無理かも。ちょっと恥ずかしいので無理です。いや片付いてますよ。今めっちゃ片付いてる時期です。てか最近こう2週間ぐらいちょっと片付いてる時期が続いてます。おだおがてたさんかわいい、ありがとう。安否のメール取ってるのは気づいてます？分かんなかったです。知らなかったですよ。ありがとうございます。知らないですよ。みんながね、どの人がメール取ってるか分かんないからね。そう分かんないけど、メールの返信とかで取り始めましたとか言ってくださったりして、あ、取ってくださってるんだと思って嬉しいと思います。知らなかったの？知らないよ。言ってくれないと分かんないです。スポーツゲーム教えたい。教えてほしい。マリカー大会、したいしたい。確かに3期生お話し会であったらバトれるね。バトりたい。実は僕もメール取ってるね。それは知ってる。前に言ってくれた人、言ってくれた。メールの人数とか知ってるの？知らないですよ。返事はしない派です。なんでですか？それは誇らしいことではありません。既読無視です、それは。既読無視ですよ。太鼓の達人やってみた。なんかゲーム機能やったことないし、ゲーセンでもやらない。恥ずかしいから周りに見られるの。プリクラみたいにしてほしい。マリカー大会やったらあんちゃん見すぎてコースアウトしちゃいます。じゃあ私勝てるってことですよね。スマブラ対決なんか YouTube してる人よく見る。楽しそうだよね。でも何やり方わかんない、あれ。なんか何をどう操作してああなってんのかがわかんないけどさ、すごいよね。空中舞ったりとかさ、ギリギリのところで保っ、なんかこんな駆け上ってるみたいな見る。変身するの恥ずかしいからできない。そう、太鼓の達人マジ人に見られるのがめっちゃ嫌。プリクラみたいにマジしてほしい。でも人の見るの好き。私なんか何言ったっけ、ちっちゃい頃とか太鼓の達人しようと思って並ぶじゃん、自分の番になる前にね。うわ、自分もこんな感じに人に後ろの人を見られるんだと思ったら、上手でもないのにそのなんかね、やりたくないなと思ってやめるタイプでした。そう、デジャングさんハートありがとう。だからマジで誰もいないところでやりたい太鼓の達人は。だからゲーム機のやついいかもね。太鼓の達人してたの？サラビ持ってんの？いいな。いやマリカーとか忖度いらないですよ。忖度はいらない、いらないけど、その勝った時はあ、コーラぶつけてきたよねってなりますよ。でも私も容赦なくコーラぶつけますよ。上手い人の後プレイしたくない、マジで。それ嫌だ。あ、ゆきりかが持ってるのやってた。そうなんだ。アーケードってなんだろう。ということで、そろそろ終わりたいと思います。ゆきりかが太鼓の達人やってるの見たことある。めっちゃうまかった。そういや、なんかね、ガチのゲームセンターのやつでも見たことあるし、そのスイッチでやってるのも見たことある。平日オタク、ありがとうございます。やっと見れたの終わりか。そうなんです、お仕事が今からあるので、そう、お仕事行ってきます。それではバイバーイ。ラブラブアンピメールって何？やったことないよ、ラブラブアンピなんて。今日遊園地行きたい、行きたい。スペイビーがあればいいのに。13位日立、12位トンちゃんです、11位プロパンテ、10位フィーサーファー、9
9位オカピ、8位ドグラス、7位メミフィ、6位マリ、5位神アツシ、4位サトピ、3位ヨシコッコくん好きピー、2位ヤマトくん好きピー、1位タカケ大好きピー、ありがとうございます。ということでありがとうございました。頑張ってきます。さらに向こうへプルスルートで頑張ります。ありがとうございました。応募まだ終わってない、頑張って、絶対当ててね、ボーリングみんな絶対当ててね、みんなありがとう。ではバイバーイ。はい。